キムハクボム監督が2020年東京五輪を準備する過程の一環として、大学生の選手らを招集し、テストする。隠れた宝石を探すという意図だ。大韓サッカー協会は、2020東京五輪を準備するキムハクボム五輪代表チーム監督が17日から25日の間、2回にわたり大学生の選手たちを招集し、 点検する場を設けると16日、発表した。今回選抜された選手らは派手 n f c で17日から20日に一時訓練、22日から25日まで二次訓練を実施する。訓練は練習試合を主に行う計画だ。なお二次テストリストは今後発表される予定だ。 東京五輪代表選抜テスト一時招集訓練リスト。GK イコールキムドンホン、キムテゴン、イジュヒョン。DF イコールハンジョンウ、チャンヒョンギュキムヨンファン、ファンジュンホ、キムジュソン、キムギファン、キムスウウシンジェウォン。MF イコールチュジョンウォ、シンヒョンシク、キムギヨル、ホドングク、 ちゃおよん。fw イコールキムボヨン、ハスウウン、ユンテヨン、チョンジヨン、イシホン、イヒギュン、アンスヒョン、ソンファンヨン。